アイテム番号 SCP-180JP オブジェクトクラスセーフ SCP-180JP と同型と思われる筐体特別収容プロトコル SCP-180JP は最低でも幅10メートル高さ10メートル奥行き10メートル以上の厳重に施錠された倉庫に保管してください。倉庫内にはカメラを設置し、SCP-180JP を監視してください。なお、SCP-180JP の特性上警備員を倉庫内に配置することは推奨されていません。説明。SCP-180JP は幅 2.4 メートル、高さ 1.8 メートル、奥行き 2.3 メートルほどで重量約 900kg の標準型ガンシューティングゲーム筐体です。エージェントによって奈良県市の廃墟となったビルで発見されました。SCP-180JP は基本的に不活性化しています。しかし、最低1名以上の人間が SCP-180JP の半径5メートル以内に接近した場合、活性化します。SCP-180JP の動力は不明です。活性化状態の SCP-180JP は筐体の画面と思われる部分から映像を流します。映像の内容は記録アルファ01を参照してください。活性化状態の SCP-180JP を人間が肉眼で目視すると、半ば脅迫観念のように SCP-180JP で遊びたい衝動に襲われます。この症状に陥った者は銃型のコントローラーと思われる部品を持ち、画面に向かって構えます。すると画面の映像は変化し、ゲームが始まります。極めて一般的な性格の被験者が、コントローラーを所持した際に発生した精神の変化から、コントローラーによって何らかの精神操作が発生していると推定されています。SCP-180JP ゲームの内容自体は一般的なガンシューティングゲームですが、ゲーム内に登場する敵 NPC は銃型コントローラーを所持している人物が過去に出会った人物。とりわけ被験者に敵対的、または被験者が好意的に思っていなかった人物が登場します。そして、敵 NPC に被験者がゲーム内で弾丸を発射し、それが命中した場合、命中箇所が断裂または破壊。というようなゴア表現的なエフェクトが発生します。このゴア表現的エフェクトは、ゲームをプレイしている被験者にさらなる快感をもたらす効果があることが推定されています。SCP-180JP がいかなる方法を用いて記憶や感情を読み取っているのかは不明です。今までの実験で、2のステージが存在することが確認されていますが、実際のステージ数は不明です。画面のゲーム内で弾丸を発射する行動を取るたびに、被験者の骨の内が消費されます。さらに画面内の敵 NPC の攻撃が命中すると、致命的ではない臓器から順番に壊死します。SCP-180JP をプレイしていた被験者が終了すると、画面に大きく、と表示され、活性化範囲内に別の人間が存在しない場合は、不活性化状態に戻ります。SCP-180JP の起源は不明で、SCP-180JP の正面にガンゲームと大きくペイントされており、背面には開発会社と思われる企業名が記されていましたが、未だに痕跡すら発見できていません。ほい。記録アルファ、01。爆発や銃撃の映像が流れ、一人の男が中央に登場する。映像は 3D であり、登場人物もポリゴンで構成されている。やあ諸君、私の名は、少佐だ。今から君たちは我が、部隊の一員だ。銃声、我々の任務は祖国、を守るために、テロ組織、と戦うことだ。あの、暴言、どもを、暴言、するのだ。君たちにも命がけで戦ってもらおう。戦場が君たちを待っているぞ。なお、映像内の、少佐と自称する人物は実在していません。ポイ1以下の記録は被験者に発生する肉体的、精神的作用についての記録である。実験記録ベータ、01。記録ガンマ、
01。録音開始。博士これより被験者 B の精神的、肉体的苦痛の有無を観測するための通話を開始する。博士 B、こちらの声が聞こえるかね？ B、ああ、聞こえてるぜ。博士、暴言。こんな面白いゲームは初めてだ。博士何か痛みは感じるかね？もし不調を感じたらすぐ報告してくれ。すぐに君を助けよう。B、不調なんてとんでもない。暴言。やめるなんてもってのほか。ここで D、ハト欠。主要臓器の機能が停止したためと思われる。博士 D、B、大丈夫かね？直ちに SCP-180JP から離れなさい。B、吐血音。あはははははは。吐血音。今いいところなんだ邪魔するなこの。暴言。もうすぐ。暴言。なんだ。そいつを。吐血音。監視カメラの映像にはどんどん体が縮み、口から血を吹き出しながらも満面の笑みで画面に向かってコントローラーを構えている B。が映し出されています。B、楽しい。暴言。銃をぶっ放すの。吐血音。こんなに楽しいな。吐血音。ノイズ音。はあはははは。吐血音。B、の笑い声が2分以上記録されている。その後、B、を解剖した結果、全身の骨格及び骨密度が検証開始前の約、まで減少していることが確認されました。そして主要臓器である膵臓と肝臓、胃及び小腸、そして右肺と心臓の壊死が確認されました。さらに詳しく解剖したところ、被験者 B、は多臓器不全ではなく頭蓋骨が消失した頭部に銃型コントローラーの自重が加わったことによる圧迫が原因で脳が破壊されたため終了したと思われます。